ね。はい、マイクあげます。ディアウーマン、8月29日水曜日、時刻は朝10時を回りました。ディアウーマンは朝の一息つけるリラックスタイムに、幅広い世代の女性たちへ向けておすすめしたい情報やいろんなテーマに沿ってお送りする応援トーク番組です。先週は、太陽のエクボからまこさんと、その娘のね、るかちゃん、スタジオに来てくれました。すごいね、お子さんとは思えない、あの本当にご意見番のようなるかちゃんだったんですけども。で、今週は、ゲストさんいらっしゃいのコーナーをやります。そして久しぶりのブライダル業界から、これまた素敵なゲストさんに来ていただいてます。那覇と茶壇、そして県外では京都でも、ね、このサロンとチャペル、ウェディングサロンと、チャペルを運営している後期ファンタジスタウェディングから今日は比嘉ありささんにお越しいただいてますよ。この後ゆっくりとお話伺っていきます。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより、パーソナリティの阿部由美が生放送でお送りいたします。 FM ギノワンではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページからチェックしてみてください。そしてサイマル放送も行っています。スマホで聞く場合はアプリのリスラジをダウンロードするといつでもラジオを楽しむことができますよ。また番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 ぜひ送ってください。お待ちしてます。それでは早速こちらのコーナー行きますよ。ゲストさんいらっしゃい。本日のゲストさんはですね、後期ファンタジスタウェディングの比嘉ありささんです。比嘉さん、はい、おはよう。おはようございます。おはよう。ね、なんか緊張してね、はい、緊張してるってね、さっきからあのなんかもうドキドキしてたんだけど、ね、まだね映ってないんですよね、これね。そう、もう早く見せてあげたいね。早く見せてあげたい。比嘉さん、あ、やってみましょうね。比嘉さんね、めっちゃ笑顔が可愛いんですよ。いやいや、皆さん本当にちょっとね、ライブを開始ポチさあちょっとあのね、あ、やってみましょうかね。あ、さあまだできないね。あ、じゃああと10分ぐらい待ってね。比嘉さん、おはよう。ありがとうございます。もう久々のね、あのブライダル、ちょっとブライダルトークをね、はい、したいんだけどね。ぜひお願いします。よろしくお願いします。まずは、はい、比嘉さんが今勤めてるこの後期ファンタジスタウェディングっていう会社があるんだけど、はい、これをちょっと皆さんに紹介したいんですね、はい、どんな会社で、どんな仕事、どんなウェディングのお手伝いしてますよっていうのを、はい、ちょっと紹介していいと思うので、はい、いいですか、はい、どんなことやられてますか。はい、後期ファンタジスタウェディングでは、うん、那覇に大型サロンがあり、うん、会場紹介や衣装レンタル、うん、フォトウェディングなどご結婚式のトータルサポートで、お手伝いできるようにさせていただいております、うん、でまた、先ほど阿部さんからもお話いただきましたが、うん、
当時はあのリゾートチャペルもございまして、うん、沖縄には北谷町の美浜にオーシャンビューチャペルと、うん、はい、あと県外京都の方に、うん、京都駅から徒歩7分のところに約100年前に建てられた、洋館をリノベーションした趣のあるゲストハウスウェディングを運営しております。はい、すごいね。ありがとうございます。徳田さん、今は3カ所に、はい、那覇の、那覇ってどこにあるんですか？那覇の、アメクに、うん、ございます。アメクの、58号線沿いに、はい、あの大きいやつですよね。あ、そうです。真っ白な、はい、すっごい大きいやつですね。はい、スシローとファミリーマートの隣にあります。隣、ね、はい、あそこが、今日賀さんがいるサロンですね。はい、うん、そうです。でそこと、はい、チャタンのチャペル、はい、はい、チャタンです。アメリカンビレッジのところの方にございます。はい、そこはじゃあ、もちろん挙式もできて、はい、パーティーもできる？そうですね、会食にはなるんですけど、うん、約まあ70名様ほどのゲスト様が収容できるバンケットを設けております。結構しっかり入るね。はい、でそういうチャペルがチャタンにあって、はい、で京都にもある。はい、京都にもございます。すごいですね、コウキさん、はい、頑張ってます。で、日賀さんが今いる、はい、じゃあこの那覇のサロンっていうのは、はい、日賀さん何やってる？私ですか？日賀さんのお仕事を聞いてもいい？かしこまりました。はい、まずは、まあ、私の、まあ、那覇の、はい、サロンの方では、うん、会場の紹介だったり、うん、衣装のレンタル等のご案内と、うん、あとフォトウェディングだったりのご案内もしております。うんうん、じゃあ例えばさ、あ、結婚したい、私結婚することになったみたいな人がさ、はい、じゃあコウキさんに行きます、那覇サロンに行きます、したら日賀さんがいます、はい、うん、こんにちは。で何にも知らない、はい、お客様が行ったら、はい、じゃあいろんな会場を紹介してくれるんだ。あ、そうですね、はい、うん、結構今ご自身でスマホだったりとかで、うん、会場調べて、うん、ご自身で会場回ったりする方もいらっしゃるんですが、でも1日に回れる会場ってすごい限られてくると思うので、うん、サロンに一度まずはまあご来館いただいて、うんうん、お二人のお話をお伺いさせていただきながら、うん、お二人に一番適している会場っていうのはやっぱり限られてくると思うので、うん、そこをまあ、ピンポイントでおすすめさせていただきながら、うん、はい、ご案内できればなと。なるほど、はい、この日賀さんおすすめの会場とかもやっぱ今言わなくていいよ、はい、言わなくていいんだけどあるよね。そうですね、あるよね、はい、でもそこはちゃんとお客様のなんか、あ、このお客様だったらこっちがいいなとか、うんうん、やっぱこうやって聞きながらよりいい会場さんをいくつか紹介させてもらうっていうことですね、はい、そうですね、はい、今の新郎新婦さんってさ、はい、若い？そうですね、でも今やっぱり30代の方がすごく多いかなと感じますね、うんうん、そうなんだ、はい、みんな幸せそうだよね。そうですね、ね、見てるだけでギャーハッピーになりますね。本当、うん、ひがさん今幸せ？あ、幸せ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 な人たち見てたらさ、はい、あ、なんかほら幸せって思う人か、はい、まあ、いい、なんかほらね、まあもう本当に仕事としてもう割り切ってこなす人かいるさ、ブライダルの人、はいはい、でもはぁってなりそうだよね。あ、そうです ね、 ね、もうめっちゃいいと思う。そういうのさ、プランナーさん、こういうプランナーさんに当たったらさ、なんかこの最初は緊張してる新郎新婦さんもさ、あ、日賀さんだったらちょっと、あ、もう喋っちゃおうみたいな、無意識にそうなってさ、あ、私が今日朝初めて会ってそう思ったわけ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。大事だよね、中本くんね、はい、めっちゃ笑顔いいよね。ありがとうございます。見せてあげたい、待ってよ。ちょっと待ってよ、これ まあ、もしかしたら曲を言って、うん、曲開けたら、うん、いけるかもしれないから一旦曲言ってもいい？はい、どうぞ。じゃあさ、ちょっとこれはさ、何も打ち合わせしてないんだけどさ、日賀さん、これ、はい、曲紹介してもらっていいですか？かしこまりました。これの、これ。はい。いいんですか？はい。はい、安室ちゃんの、ヒーロー。はい。はい、お願いします。お願いします。
さんというかさ、皆さんがいる後期をさ紹介したくなってさ、ありがとうございます。皆さんがいるから後期行こうみたいなさね。よっしゃよっしゃよっしゃ、じゃあ全然ね、今度はこっちで行こうかな。どんな会社が聞けなかったかな。どうでしょう。なんか鳥肌立つね、このヒーローで、あ、別に。うわ、今うわーってした。すごい。やっぱりまたさ、遠くにさ集中してからさ、中本くんチョイスの曲が聴けなかったんだけどさ、はい、今日は何系ですか？あの、いつもパンクは流してるんですけど、うん、軽い感じのものは、だから初心者でも入れるようなパンクロックを。あ、これパンクなのっていうような、いつも私がさ、さっきも言ったけどさ、もう昭和の曲ばっかりしか流さないからさ、このたまにはこの20代の20代のっていうか、中本くんの曲をさ、なんかそしたらパンクが好きだわけ。なんか意外ですね。意外でしょ。そう、そうなの。今日20代に囲まれて私もう元気が出てます。本当に。今ここ行ってないよね。あ、行った。ここここ、ここをなんかこういうのやってますみたいなのは、ざっくり。あ、じゃあもうこの内容はもうじゃあ終わってるんだね。はい、終わってるのね。はい、オッケーオッケー。どうしようかな。じゃあ、あと、まあ、このプリンセスフェア。そうですね。じゃあプリンセスフェア行って、うん、最後の余った時間はまた日賀さんとトークショー。できますかね。結構ね、あっという間なんだよね、時間がさ、意外に始まると。そう、もう半分経つよ。あ、そうなんですね。これさ、30分番組なんだけど、実質26分なんで、そのうちの今もね、ほらもう半分来てる、来てる。ほらもう、折り返し。もうほら、もう楽ちん。気持ち楽ちん。楽になる。そうそう、もう大丈夫。こんな感じだから。いいなぁ、幸せ。これ今さ、はい、あの、ツイキャスとかでもこの声通る？ツイキャスは通ってます。通ってるか、はい、そうなんだ。なるほど。今言ってはいけないことを言うと。危ない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 。いろんなお客さんいるよねって話をしようとしてた。危ない危ない。おっ、あ、すごい。あ、これですか。あ、来たね。もう毎週水曜日10分間だけ。毎週水曜日の10分間はさ、メンテナンスがあるんですよ。だから、こっからです。あ、なるほど。そう、もうこれで、これで YouTube 見てね、終わったら見ます。もうスタッフにもみんな見せてね。私出たわよ、みたいな。スタッフ何のコメントしていいか分かんなくなった。はい、こういう楽しいスタッフがいるっていうところをアピールできただけでもさ、もう いいはずよ、うん、ね。実際行ってみないとどういうスタッフがいるのか分からないので、こういうふうに、ね、SNS とかこのネットだけではさ、写真だけとか名前だけって見ても、あ、いいこと言った。人だよね、人。話、この話し声っていうか。そうなんですね。そうなんだよ。だから、この変なさ、なんか、そうです、はい、うんうんうん、っていうプランナーさんよりはさ、本当、もうこんな感じで、もういつももう、まあってお幸せでさ、っていうの方がね、うん、結婚式お願いしたいよね。中本くんが結婚するときは日賀さんにお願いしよう。ね。あと何年後？何年後？いや、っていうよ。大塚健二さん、おはようございます。
ケンジさんさ、あのすごい FM ギノワンの番組よく見てくださってる。たまに来ますよ、スタジオに。スタジオに。たまに、はい、あ、そうなの、定期的に。え、埼玉から。そう、埼玉にいらっしゃるんだけど、FM ギノワンのファンなんだよね。FM ギノワンとコザが大好き。コザが大好きで、こうやってもう毎日のように。ほら、ゆうやさんに結婚前、彼女とのセッティングを、だって、彼女いる、まず。いないですね。いない。あ、そっからだ。さすがのコウキさんでもそこのセッティング。ゆうやさんの追っかけってよ、大塚健二さん。ちょっと困りますね。じゃあさ、あの健二、大塚健二さん聞いて、今日はあの中本くんチョイスのBGM 流してるので、ぜひ聞いてください。初心者でも入れるパンクだそうです。まもなく CM 開けます。はい。はい、マイク開けます。ディアウーマンは、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワンのスタジオより、阿部由美が生放送でお送りしています。今日はゲストさんいらっしゃいのコーナーでお送りしてますよ。そしてやっと映りましたよ。皆さん見れますか。今日のゲストさんは後期ファンタジスタウェディングの比嘉ありささんにスタジオに来てもらってます。めっちゃ綺麗。顔見せて、顔見せて。危ない。もうね、あの幸せのお手伝いをしてるから、からって言ったらあれだけど、多分人柄なんだはず。そう、うん、あの私もさ、あのブライダルの仕事をあの以前してたから、あのちょっと分かるんですけど、作ってる顔か、うん、作ってない顔かが若干なんか感じ取れるわけ。あ、はい、でもさ、もうなんかもう出てるよね。人柄が出てるんですよ。もう本当に天職だと思いますよ。ありがとうございます。こういう方に結婚式のさ、お手伝いしてもらったらさ、あ、っていうかお手伝いしてもらいたいって思うはずだから。 ありがとうございます。だからね、さっきもあの中本くんとも話してたんだけどさ、やっぱりいろんな店舗が、あの沖縄でさ、沖縄でもブライダルの店舗って会社さんっていっぱいあって、みんなもインターネットの時代だからいろいろ探すじゃない、うん、でだけどそのネット上ではわからないんだよね、うん、プランナーさんどんな人なのかってわかんないから、みんなドキドキしながらやっぱりそうやって訪問とかするんだけどさ、うん、もうさ、今日はさ、あの後期ファンタジスタウェディングの比嘉さんお紹介、まあもちろんしたいけど、今日は比嘉さん、比嘉ありささんがいる後期ファンタジスタウェディングさんを紹介しますよ。ありがとうございます。聞いてください。皆さん聞いてください。ねえ、ねえ、なんかね、今後後期さんで何かある、はい、予定されてるなんかフェアとかイベントがちょっとあるって聞きましたので、はい、それもちょっと教えてほしいんですけど、はい、ありがとうございます、うん、毎週土日にプリンセスフェアを開催して、プリンセスフェア、はい、あります。プリンセスフェア、はい、めっちゃかわいい。毎週土日ですね、はい、はい、毎週土日です、はい、でプリンセスフェアでは新作のお衣装だったりのご試着が楽しめるので、あのいろんなお衣装を着ながらご結婚式のイメージを作っていただけるかと思います。はい、何着でも着れるんですか。あ、一応ある制限、まあ、でもご希望があればできる限りの、はい、答えはさせていただいてます。毎週、はい、土日、土日、はい、予約制、そうですね、ちょっとご予約いただいて、うん、じゃあご案内しております。まずはお店に電話をして予約を入れて、はい、じゃあいついつの土曜日とか予約をして行って、はいはい、試着をして、そうですね、別にそこで変な話決めなきゃいけないってわけじゃない。あ、ではないです。うんうん、イメージを持ってもらえるだけでもいいよって感じ。そうですね、多分あの皆さんドレスって普段のお洋服着るより、うん、こう分からないじゃないですか、うんうん、なのでそれも踏まえて、うんうん、ドレスまずは着てみて、うんうん、ご自身の好きな
まあ、ドレスだったりとかを探してほしいなっていう感じですね。比嘉さん、一押しのドレスってどんな、どんなラインですか？どうですか？個人的に私はどちらかというとシンプル系の方が好きなので、なんかこの、何？このフリフリ？フリ、私はフリフリなし？フリフリなしの方が個人的には。サテンの中、ジャーンみたいな。そうですね、もうつるんとしてるね。はい。ね、このここら辺は肩とかこの胸元は、胸元はどんなのが好きですか？あのビステタイプの、まあ、世界観、うん、あの胸元が出るようなタイプで、うん、ビステってこういうやつだよね。そうです、そうです。袖がないやつ。はい、袖がないタイプ、うん、つるんとしたやつ。いいですね。じゃあ今日あのちょっと今日ほらね、ミキサーがねほら中本くんなんだけど、中本くんに似合いそうなタキシードってどんな感じ？なんか例えばよ、はい、例えばこのほらね、なんか何色でなんかある？むちゃぶり。でもなんかザ・タキシードっていうよりかは少し崩した感じの、うん、あの蝶ネクタイとか少し遊びある感じのタキシードの方がすごい。蝶ネクタイいいかもね。お似合いになるかなと。普通のこういうさ、このほら縦長のやつより蝶ネクタイで、例えばなんかジャケットとパンツ違うやつだよね、うん、とか、うん、そうですね、今でも結構デニム基地のタキシードとかも出てたりするので。あるの？はい、そういったのもお似合いになるかと思います。すごい、デニム生地って言えてなかったけど、うん、デニム生地ってよ。すごいね、はい、いろいろそういう系だよね、中本くんね、うん、なんかね、でよっていう風にこの自分に似合わないさ、あ、似合わないじゃん。自分が気づかない、分かんないです、分かんないものもちゃんとね相談、うん、ね、アドバイスしてくれるのね。はい、はい、プリンセスフェアは毎週土日でやっていて、はい、お店に予約だよね、はい、じゃあ連絡先聞いてもいいですかね。連絡先ですか？私、はい、テンパってテンパって、はい、すいません。はい、電話番号が098-860-0110でございます。098-860-0110、はい、後期ファンタジスタウェディング那覇サロンですね、はい、58号線のアメクにありますね、はいはい、うん、そこですね。ぜひね、本当に皆さん、比嘉ありささんもありささんに会いに相談しに行ってください。お願いします。彼氏いない、彼女いないとかじゃダメですよ。ちゃんと相手がいる方ね、相手がいる方ぜひいてください。ね、もうお願いします。で、もうさ、こんな、そんなこんなでさ、はい、もうエンディングがね近づいてるんですよ、またもや、はい、あと3分ぐらいなんですけど。そうなんですね。じゃあちょっとね、はい、ちょっとね、ほら大塚健二さん、ミキサーさんいじり出した。そう、たまに私の悪い癖が出てしまうんですね。中本くんいじったりね。そうそうそう。あ、まとめて、余計なお世話ですが、ブライダル前の人たちの企画はどうですか？ブライダル前の人たちの企画はどうですか？第1回、ゆうやファンタジスタ。いいね。ゆうやファンタジスタ。ちょっと、面白そうだね。いや、いいです。いや、いいですって言ってます。ね、何かあればぜひ。ね、はい、本当だよね。もうさっきもちょっと聞いたんだけど、あの、こうきさんのスタッフ、那覇サロンのスタッフは今ほとんどが20代。そうですね、ね、はい、で、なんと比嘉さんが女性の中では最年長、はい、と聞きまして。そうです、もう私昭和世代びっくりなんですよね。うん、どんなあれですか、会社ですか？あの、違う、どんな那覇サロンですか？そうですね、でもスタッフ、どんなスタッフも面白い。そうですね、20代も若いんですけど、みんな、うん、まあ、でもみんなブライダル好きでやってる子たちが、なので、結構もう普通の会話の時もお客様の話とか、やっぱそんな話になっちゃう、もう職業病だよね、それね。そうですね。そうか、最近いたなんかお客さんでなんかある、なんか、あ、こんな人いましたよみたいな。最近、
最近はでもご案内してるお客様はそれぞれやっぱり、まあ、他のお衣装店でやっぱり決めますっていうお話もあったりはするんですけど、うん、まあ一番あの私がご案内したお客様に、うん、まあ木賀さんいるからってことで言ってくださったりとかするとすごく嬉しいですね。嬉しいね、はい、やっぱさ気づくんだよ人はさ気づくんだよこの作っ、うん、なんかさあビジネスだな、ビジネスでやってるなっていう人とさ、はい、あちゃんと私たちのこと考えてくれてるって、なるほど、絶対わかるよね本当にだと思う、これからも楽しくさ、はい、やっていってね、はい、頑張ります。中本くんみたいなこれから結婚を考えてる若者のお手伝いをさ、日賀さんも若者だけどさぜひぜひ、ね、はい、やっていってほしいと思います。はい、あもう皆さんあと5秒、はい、一緒にバイバイしよう、はいはい、また来週、はい、っていうオチ私いつもっていうオチなんですね。ありがとうございます時計は見てたはずなんだけどいつもさ気づけばあやばいやばいみたいな、すごい、そうでもあっという間です、うん、見ていっぱい来てるよほら、すごい、あでもこれ全部この大阪全部中本くん絡みのコメントが見れる、そっちで見れます、ね、すごいね中本くんファンのこれ別の番組でいつもいじってるんで多分あやり返してるだけだと思う大塚健二さんがいじってるの、あ僕が他の番組でちょこちょこいじってるのをここで僕をいじり返してるんで中本くんがいじる側なの僕は、まあはいやるなすごい健二さんね、健二さん面白いよね、合コンしたいって、合コン、ぜひ那覇サロンと合コンしたいですゆうやさんの代弁ってさすが分かってらっしゃるな大塚健二さん多分中本くん多分思ってるはず那覇サロンの人とちょっと会いたいみたいな、ね、この全員の写真をバーって並べたいみたいななんていう